今回は響けユーフォニアム3の第10話を見た視聴者の反応を紹介します。それではどうぞ。はじまた滝先生に質問をぶつけるところからスタート。オーディションの結果について滝先生の判断に納得のいかない組子。チューバの人数を増やした理由と滝先生が目指す音楽の方向性を組子が気になっている。ユーフォ減ってチューバ増えた気概わかるんだろうか。俺はわからなそう。組子が言いたかったのこういうことなの。滝先生にもっと全体見て先行しろボケって言いたかったんじゃないの。滝は滝で生徒のパフォーマンスを編曲のうちに最大限に落とし込もうと心を砕いてるって態度で、あれでは組子ちゃんも愚痴っぽいことは言えんわな。去年がみぞれメインの音楽的クオリティ重視の編曲が結果に結びつかなかった件とかも反省点だし、コンクール向けの演奏なんかないわ。滝なりの音を楽しむを生徒に体験してもらいたいって方向の話だし、なんだかんだ滝先生も模索してんだな。滝先生に説明をって気持ちだったけど、全国金を取りたいって言ってそうさせたのは生徒の方からだったことに気づいたんだよな。滝先生もさ、飴玉一個渡すくらいで他の部員には内緒ですよとかいうの何か意味深だよね。まあレイナなら歓喜しそうだが、あの滝先生の行動今後どう回収されるのかと思った。内緒でラムネあげるっていたわりなのか、大人と子供という意味なのか。まあレイナに知られたら怖い。絶対に贔屓はしないけど、心情的には応援してるよって感じやろ。わいは、組子をそりから外したことに対する謝罪でも言い訳でもない、言葉にできない言葉のように受け取った。本当は聞きたい、なぜこのタイミングでユーフォのそりを変えたのか。でも、それを聞いたら何かが終わってしまう気がする。組子の中でそんな思いが生まれたのではないかと感じた。アルペジオとは音を一斉に鳴らすのではなく、一音一音連続して鳴らす方法。組子が胸の内を吐露したことで、レイナが、周一が、葉月ちゃんが、緑ちゃんが、繋がる思いが北氏を再び一つに繋げていく今回の話はとても感動した。最初のミーティングで言いたいこと言ってたのは赤松と雅子か。坂井雅子ついに喋ったな。最後まで食い下がってたのは雅子だな。字幕見るに。次のオーディションでまた落ちる人と受かる人がいるんだから、気するぞ。いい話っぽく終わったけど、結局部員たちの滝先生の編成の不信感がなくなったわけじゃないよね。今回は組子の演説でとりあえず収まったけど、次のオーディションとか嫌な予感しかしない。判断基準の言語化くらいはするんじゃないか。せめて幹部3人にはどういう編成で選んだのかオーディション後に言っといてほしいよな。そうすりゃ部員から不平不満出ても、ある程度は筋の通った説明できるし。大会ごとにオーディションやるの、滝の発案だと思ってたんだね部員の子たち。そういやそうなるに至った経緯の説明とかしてるシーンなかったわ。上位形になるのは仕方ないけど、ちょっと風通し悪いな。意思疎通できてるようでできてない幹部。先週分で滝先生散々な言われようだったが、幹部もどっこいだったね。部長と幹部のわがままでこの方式にした。全国金を狙うには何かを変える必要があったから。来年以降は君たちの考え方でやってほしい。もっと早い時期に組子部長と幹部の考えを皆に伝えてもよかったよな。滝先生もだけど、幹部も他の部員らとコミュニケーション不足なんよな。まあ眉も、実力主義で手を抜くなっているからオーディションちゃんと吹いたのになんだこの空気は。クライドなっても全然許されるよ。よく考えたら眉ちゃんがある意味一番翻弄されてるな。うまいけど本人はエンジョイで楽しみたいだけなのに。眉からしたら、やっぱり戸様で転校生の自分よりも、これだけ慕われている部長の方に反りしてほしいってみんな思っちゃうし、そう思ってるよ。なんで私が反り吹かなきゃならないんだろう、って思ってるんじゃないかな。組子ちゃん合宿よりさらに雰囲気悪くなってるんだけど、これで全国逃したら私のせいになるんだよね。眉が一番辛い立場だよな。今度出る新刊では心から笑っていてほしい。組子一人でこんなことさせるのはいかんな。塚本周一動きます。周一とレイナが真っ当に言い争ったのって初めてじゃないの。周一が仏の副部長だからレイナは鬼の副部長って呼ばれてるんだよね。嫌われ役買って出てるのに周一にまで文句言われるのは我慢ならないわ。買って出てる部分もあるけど、滝先生絶対主義で注意するという面も間違いなくあるからな。レイナに物申せるのが組子か周一くらいしかいない。周一がレイナに怒ってたのはすごい良かったよ。
序盤で眉がまたソリ譲ろうかムーブしようとしたのを奏がブロックしたところは泣いた。この娘マジ有能。あそこの奏を見逃さないとかよくわかってんじゃん。奏ちゃんさりげなくアシストしてて、マジ優秀な番猫。あそこで眉止めなかったら、さすがに久美子もメンタルが決壊してただろうな。結局レイナが正しかったんだろうけど、話ややこしくしてるのもレイナな気がする。いや正しくはなかったでしょ。レイナが口を開けば開くほど事態は悪化してたんだから。結論が同じでもアプローチの違いというか、必要なのは結局のところ納得なのだから。不満を受け入れてもらうのと、飲み込ませるのでは大きく違うと思う。人間は感情で動く生き物だからな。部の状態を鑑みず自分の意見をご利用してたわけだし、言っていることは正しくてもアプローチはめちゃくちゃ間違ってたでしょ。レイナにもいろいろ思うところはあるけど、部長としてやるべきことが滝先生にお願いすることなの？っていうのは確かにその通りでぐっさり来たわ。個人的にはいまいちレイナが成長している感じがしないのが不安なんだよな。部長としてやるべきことが滝先生にお願いすることなの？ってセリフも正しい側面もあるけど、部長に全て押し付けて思考放棄してないか？とも思ってしまった。正論ってぶっちゃけそんな普遍的じゃないっていうか、状況とか伝え方も込みでだと思うんで、そもそも言うほど正論かなって思ってしまう。顧問への恋愛感情という市場を隠して、正論を武器にして部員を殴ってるし、それで所属している組織の空気と結束が悪化することまで考えてないから。レイナは1年でソリになった時に、久美子には悩んでることを打ち明ける程度には空気を読めるから。オーディション事変直前の夏休みで、久美子相手にプールに行こうをオーラ出してみたり、レイナは鋼鉄 100% ってわけじゃない。そこ踏まえた上で、動揺する部の空気に抗ってるレイナを見ると、また違ったものが見えてくる。めっちゃくちゃわかる。川沿いのシーンで、奏者として正しいと思ったことを曲げるのは今もこれからも北宇治のためにならない。ってセリフがめちゃくちゃ刺さったわ。北宇治のためってあえて言うところも。レイナが部のために憎まれ役を引き受けるって気概で動いているキャラなら、これまでの言動も腑に落ちるんだけど、この子の場合は、部顧問の滝への恋愛感情も含めた盲信があって、それに対しての折り合いとかを放置したままだから、身勝手で他人への配慮が足りないとか、良くない印象がずっとついて回っちゃうんだと思う。ひまわりの絵はがき、アスカ先輩の魔法のチケット。やっと伏線回収する回が見られて感無量です。久しぶりの低音指定コンビだった。アスカ先輩というカードを絶妙なタイミングで使ってきたね。出てくると UFO って感じするわ。本当にこういう追い詰められた時や辛い時に、信頼できる先輩がいるのはいいことだよね。香里先輩は押してダメなら押し倒せを実践して同棲勝ち取った人だからな。おかしい。大学2年の部屋なんてこう、もっとごちゃっとしているはず。エンジェルの部屋ぞ。半分で割ってもそこらのマンションより家賃高そう。いろいろ草飾ってるのは香里の趣味っぽい。中瀬子さんシェアルームの共有部分を自分のカラーで染めすぎる。最大限楽しんでる。久美子が中瀬子先輩の部屋にお邪魔したわけだが、デカリボンはどう思う？うちにも来なさいよねーくらいかもしれない。どうせあいつらもルームシェアしてるだろうし。そいや、アスカとレイナって絡みほぼなかったな。アスカはレイナをどう見てたんだろ。だいたいアスカ先輩の予想通りになってなんか面白くねーなー。それはそれとしてありがとう先輩。香里は久美子とレイナの喧嘩をつまらないとはっきりというあたり、できた人だと感じた。マジエンジェルだわ。つまらないが決してディスってるわけではないのが伝わるよな。しかしアスカ先輩めっちゃエッチだった。アスカ先輩メガネない方が可愛い、大声。本当に一瞬誰？って思った。髪にウェーブかけておしゃれしてるの最高だな。紫はおばあちゃんみたいだからやめた方がいい。香里先輩とアスカ先輩がゴッテスだった。香里先輩とアスカ先輩、映像になると一層、その、雰囲気が。お二方とも大学2回生が出していい色気じゃないよね。クミレイがイチャイチャしなくなった代わりに、アスカオリがイチャイチャしてくれて満足。見せつけるかのような膝枕よ。クミコにもやっとしてたところを膝枕中のアスカ先輩が大体言ってくれて助かった。眉の事態受け入れてクミコが吹けばいいじゃんをやっと言われましたね。あのアスカ先輩が自然な感じで膝枕に移行して、香里先輩に甘えてるの見て、情緒が関西大会どころではなくなってる。自然すぎて、普段からあんなことやってるんだろうな。
レイナが見たい、イーコちゃんの皮がペリペリっと破れたクミコがそこにあったという回だったな。テンプレ通りのイー部長の仮面をかぶろうとして空回りしていたところからの、本来のクミコが姿を現したようなものだから。そしてトリガーはまたもやアスカ先輩。ほんと UFO の最重要キャラよな。アスカ先輩オレオをペリペリって吐いてるのがまたいいよな。オレオはクミコのメタファー。クミコが眉に言ってること個人的なわがままではってずっと思ってたから今回すっきりした。アスカ先輩の言う通り、眉のオーディション自体を拒否。眉が選考されたことに納得できる理由が欲しい。これに関してはわがままでしかないよな。結局のところクミコの眉へのスタンスは、眉ちゃんのわがまま、自体は聞かないけど、私のわがまま、お互いに本気でオーディションに参加した上で私が勝ちたい、は受け入れてほしいだからな。最終的に貧乏くじ引かされるのは眉なのよ。眉には本気と全力求めながら、自分は建前で本音を隠してってわがままやってたのを指摘されたのが今回のクミコだから、最後の演説が光った部分ある。アスカ先輩マジで的確だね。当事者じゃないのに滝先生の気持ちまでわかって、さすがとしか言いようがないぜ。滝も迷ってる、結論を出せてないというのは、人間は完全無欠じゃないってことか。さすがアスカだね。高校生にもなって滝が完全無欠だなんて思ってたらやばいわ。アスカはごく普通の当たり前のことを言っただけ。メンタルが演奏にもろのっかるのに、それを無視して進めた滝先生。パワプロでやる気無視して能力だけで編成したようなもの。結局生徒が解決したし、彼は成長できるのだろうか。アスカ先輩が滝先生のこと滝さんって呼んでるの、同等の間違いも犯す人間扱いしててよかった。滝先生も人間だし、迷うことも間違えることもある。ただ顧問という立場上、その本心を吐露するわけにもそりゃいけないよね。滝、ぶっちゃけ私もどうすればいいか謎です。とか言い出したら全国金なんて取れない。クミコが本能型の武将というのがよくわかる話やったな。理路整然とした言葉を淡々と言われるよりも、何言ってるかわからんけど感情のままぶつけられた方が響くことはあるよね。アスカパイセンがそうだったように。クミコにできることは土壇場まで言いたいことを言わず、鬱憤が溜まった最後に言いたいことを言う。クミコにできることはこれだけだし、できることをただ精一杯やればいいのよ。アスカのシャワー浴びてくるわ。話は以上、帰れってこと？京都人だからね。クミコに羨ましいって言ってる香里先輩見て、目つけられたと思ったぜ危なかった。いい表現。アスカ先輩は部長やったことないから、クミコに余計なことは言わずに響くことだけ言った。アスカ先輩久しぶりに見られてよかった。ところでアスカ先輩と香里先輩のシャワーシーンは？演奏はカットしてもシャワーシーンはカットして欲しくなかった。いやー濃い回だった。ここ最近の回でクミコに思ってたこと全部アスカ先輩が言ってくれたのよかった。わがままのゴリ押しこそクミコの本領だし、ちゃんと響くわ。田中アスカさん、マジでちょっとしか出てないのに MVP すぎる。響けユーフォニアム。ある意味タイトル回収だったな。不穏なギスギス展開が続いて、このまま部がバラバラになって全国に行けないんじゃないか。もう見るのやめたいって思いかけていたけど。香里先輩の溢れる人妻感やますます大人の魅力が増したアスカ先輩を見て、信じてこのアニメを見続けてよかったと思いました。ありがとう京アニ。一期の名シーンのセルフパロが見られるとは思ってなかった。上手くなりたいダッシュのセルフオマージュよかったな。上手くなりたい橋と校舎裏で言ったアスカへの思い。この二つのオマージュ回だな。上手くなりたい橋、部長失格橋、今回のは何橋になるん？みんなに伝える橋。幹部ノートにレイナはクミコを支えると書いてたから、その流れでレイナが頭を下げたのもすっと入ってきた。とりあえずクミコはレイナと和解できたってことでいいの？レイナは部長失格についてはちゃんと謝れよ。部長失格発言はまだ清算されてないと思う。ノートだけで終わりにはしないかと。リリカに応援してねと言われる被災しかなで。クミコのわがままを聞いてしょうがない人ですねみたいな顔していた被災しかなで。今回も被災しかなでは可愛かった。かなでちゃんの可愛さが全国デビューしちゃいますね。眉視点だと、この流れで全国行けなかったら、部の空気も私の高校生活も暗くなるし、もう覚悟決めるしかない。って感じなんだろうか。ソリを何としてもやりたいってモチベーションは最初からないだろうけど、選ばれたからにはきちんとやるだろうし。もともとみんなとうまく吹きたいってモチベはあるから、そこまで問題はなさそう。
あとは組子が納得するかの問題だけでしょ。なんだかんだ土壇場で部をまとめたんだから部長の器だね。眉も居心地悪いだろうに、やるべきことはきちんとやるから偉いわ。飾らない組子が好き。大前組子の本領発揮。組子の演説にちょっと涙目になった。まさか先週の不安やモヤモヤが今回の話で一気に消し飛ばしてくれるとは恐れ入った。一度の演説で人の心を一つに掌握する魔性の女。限界ギリギリまで引っ張って全部持ってく。組子班はとんだエンターテイナーでんな。組子、お前は部長の器や。ほんと神。土壇場に超強い大前部長。というか追い詰められると輝きすぎである。なったな。部長に。今まで部長として組子が出せなかったモチベーターとしての素質をついに発揮できた。というかアスカ先輩の言う通り、いっつもギリギリで爆発するのまさに大前。原作含めたいろんなモヤモヤを組子の熱血パワーでねじ伏せた感じ。でもアニメの組子はずっとそういう子だったし、それが悪いわけでもなくむしろ割と好き。勢いだけといえばそれまでなんだけど、組子が吹っ切れたのは気持ちいいわ。部長っていう重い立場を全うしようというあまり、消えてしまっていた組子の良さが、やっと帰ってきたわね。あんなん本番前にされたら、もう気合入りまくるよね。来年の部長は大変である。もしかしてだけど組子ってなんというかリーダーや部長としてのカリスマ性とか持ってた感じ？あの演説でめっちゃ心奪われたんだけど。今週の組子見ると、確かに先週の組子はまだ部長じゃなかった。立場は人を作るというやつですな。一見すると大前相談所としての性格を買われてて、まあそういう能力があるのも事実だけど、本質的にはアスカ先輩にエモをぶちまけて心を動かしたように、本能的に動いた方がいい結果出せるタイプだよね。大人になるとこういう言葉で人を動かせる、動かした人ってすごいなって思う反面、羨ましいなって本気で思う。言葉で動かせるし、それにいざという時は本音でぶつかれる組子ほんとすごいよね。実際会社や偉い立場になると人を動かさないといけなくて、言葉で説得するのはとても難しいし、それができるのは本当にリーダーシップを持ってる人だけだからな。レイナが付き合ってくれるか不安だったけど、周一と一緒に頭下げてくれてほっとした。レイナは久美子周一と一緒に頭を下げてたけど、本当に納得して頭を下げてたの？レイナは演奏が優れていることが一番重要で、そのために複数オーディションの形を取ったので、そのやり方に文句言ってる部員が全部悪いという考えだったでしょ。別に納得してなくても久美子を支えるためなら頭を下げたってシーンでしょ。つまり久美子のノートはアスカ先輩同様にレイナに響いたってこと。そこに納得してるとかどうかは関係ない。アスカ先輩の時同様にね。あんなわがまま泣きながら言われたら、そりゃもうわだかまりとかどうでもよくなるわな。人となり、それまでの言葉や行動、そして伝えるタイミング。久美子ちゃんの渾身の一撃は全てが完璧なんよ。泣いちゃった。やっぱ友よの泣き芝居はこっちも泣かせる。やっぱり黒沢友よすげえわ。友よ様の演技さすがだった。部員の前で語る組子部長の本音にぐっときたわ。作中キャラがなぜ読者視点で最善行動をしないのかと考えてイライラしてたら作品を楽しめないだろうな。今回は誰が良くて誰が悪いかなんて話じゃない。毎回オーディションに対する考え方など、顧問を含めて作中キャラの思いはそれぞれ違うけど、今までやってきたことを信じて最善を尽くそうってことだろ。顧問も一人の人間ということで組子なりの答えを出した回だった。感情の問題なのに理屈で解決しようとしてるんだから、納得する人しない人にかなり分かれると予測できる。だから今回みたいに、確かに不満出るようなやり方しちまった、ごめん、と認めた上で、それでも全国金取りたい気持ちは本物だからついてきてくれって、情熱に訴えかけるやり方。要するに感情には感情をぶつけるんだよ、というパワースタイルが結果的に最適解だったんだな。そしてこのオーディション形式を選んだのは組子たちなんだから、演説も先生ではなく組子たちがやらないといけなかった。橋本先生のようなパッションがいかに大切かわかるな。人間関係なんて結局のところパッションよね。組子演説で心を動かされる部員の中、もうしょうがないなぁ、組子先輩は、という表情の被災しかなでがいい。本番直前に部長が言葉を振り絞って本心伝えるのを見たらテンション上がるよね。緑ちゃんが拍手ならぬタップで答えたのも良かった。それが視聴者すべてに伝わってないのが歯がゆい。傲慢なのは理解してる。葉月ちゃんの元気が唯一俺を癒してくれる。
演説に呼応する葉月と緑いいよね。自分も勢いで久美子の演説に感動しちゃった口だな。ああいうのはパッションが大事だな。本番直前だとなおさらだ。久美子ちゃんは本当にいろんなものに翻弄されながらあがいてあがいてたどり着いた言葉だからな。字面以上のものが詰まってると思うよ。大号泣しちゃったよ。足をどかどかしたの、なんだろうと思ったら、両手でチューバとか楽器持ってるから拍手できない。って描写だそう、経験者の人曰く。またそういう吹奏楽部あるある。眉だけ拍手じゃなく楽器を握りしめてるのは、眉には響かなかったんだろうなって。次回予告も不穏だしな。眉とのラストバトルが全国前の最後のイベントになるんやろうね。お互い本音で向き合うには時間も足りないし立場も悪かっただけなんだよな。ここからどうなるか。そんではご唱和くださいに笑った。いっぱいいっぱいだったんだな。それでは、じゃなくそんではだったな。字幕でちゃんと。歴代で一番決まってたんじゃないか。初めて来た宇治ファイトの掛け声で泣いた。そして、次の曲が始まるのです。次の曲が始まるということは、関西を突破したのか。久しぶりに爽やかな終わり方だった。今までのモヤモヤをすべて吹き飛ばす回だった。文句なしの神回です。教頭何者だよ。教頭に子供扱いされてない?教頭はどんだけ滝のこと好きなんだよ。大阪のおばちゃん並みのアメちゃん渡しっぷり。レイナ、私だって滝先生からキャンディーもらったことなんかないのに。ご視聴ありがとうございました。